孫一は中国三国時代の呉の皇族、宗室であり、同姓同名の二人が存在する。本人同士の血縁としては、祖父同士がおじとおいということになる。孫一は三国時代の人物、呉の宗室の一人。父は孫館。兄は孫将。弟は孫風。妹は女子二人。三十四年に父が死去し、 その後を継いだ兄も二百四十三年に没したため、諸子の孫一が取り立てられた。過去を守備し、沈南将軍となり、軍権を任されていた。諸葛つとむが中殺されると、孫春の命令で、首伊佐を、前広氏と共に、公安に駐屯していた、諸葛徹を攻撃し、自殺に追い込んだ。この功績で、鎮軍将軍となり、仮節を与えられた。重師の孫、 が実験を握ると、それに反発した遠田根と、両四所が無本を起こしたが討伐され、弟も、この件に関与していたため自殺した。孫一の妹二人が、遠田根と、両四所に突いでいたため、孫一本人も孫、に疑われるようになった。257年、孫は、木での諸葛丹の反乱を支援するため受診に、出兵したが、 その一件に囲つけ孫一を排除しようと考え、主意に命じて、孫一を攻撃させた。孫一は、主意の軍が、武将まで来たところで、その意図に気づき、下記別千人と遠多熱馬を引き連れて、義に亡命した。義においては、斜機将軍、義道三氏に任命され、また、暮れにも封じられた。さらに、双方の貴人の軽視を与えられるなど、再三の行遇を受けた。 しかし、刑事が嫉妬深く乱暴をよく働いたため、259年に、それを恨んだ家臣によって殺害され、その時に、孫一も巻き添えとなり、殺されてしまった。孫一は、三国時代の人物。呉の皇族。祖父は孫賢父は、孫派。兄は、孫はじめ。孫博氏が即位すると兄と共に借位を剥奪され。 祖母のシャヒメと共に会計に流された。ありがとうございます。